こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。今日は日本人ならアマゾン輸出をすると稼ぎやすいわけ。これについてね、えー、ちょうどまあ良い例えの記事が見つかったんで、えー、シェアしたいと思います。まず、日本のアマゾンとアメリカのアマゾンはライバル条件が違います。これはね、日本ではアマゾンの一人勝ちだと言われてますが、楽天、ヤフーショップ、 独自ショップなどのライバルがたくさんありますしかし、アメリカ・アマゾンはライバルがいると言っても、実際はほとんどライバルになりません。なぜならね、アマゾン以外の標準的なショップの使い勝手はとても悪いです。アメリカではですね。アメリカネットショップの3つの問題点、まず配達日が不明、えー、注文通りのものが届くかは不明、問い合わせても返事なしと、ね、これネットショップに限らず、えー 実際のリアル店舗でね、えー、ないものをオーダーしたとき、店頭にないものを取り寄せとかしたときも一緒なんですけど、まあ、冗談みたいな話ですけどね、えー、いつ何が来るかわかんないと。ね、で、まあ、間違った商品がね、届いたって言っても、まあ、その返事がなかったりね、あるいはいつ届くんだっていう問い合わせをしてもね、返事がないと。ねまあ、実際私、オーストラリアですけど、いつ来るんだっていう、ね、問い合わせをしたら、えー 私は嘘つきにはなりたくないんで、わからないものは返事をしたくないというね、えー、冗談みたいな返事が返ってきたこともあります。まあそんなありさまですね。でこれ日本に住んでたんだとね、なんかギャグかネタ立つとか思えないんですけど、まあ実際そういう感じですで。一方アメリカのアマゾンは注文時に配達日は確定すると、ね、頼んだ時にいつ届きますよっていうのが出ますね。で、注文通りのものが届くと。 で問い合わせれば24時間以内に返事が来るこれは本当ね、えー、アメリカのネットショップ、あるいはね、えー、ショップとしては驚異的なことですね。つまり、アメリカアマゾンは通販版ドミノピザなんですね。えー、どういうことかというと、まあ、ドミノピザはね、えー、出てくる前のピザっていうのが、頼んでもね、いつ届くかわかんないと。ね えー、30分以内に来るのか、まあそんなことはないですけどね、1時間以内に来るのか、3時間後に来るのか、ね、えー、よくわかんないとで。注文通りのものが届くか不明、ね、頼んだもん、トッピングが違うっていうのはザラにあったでしょうね。で、問い合わせても返事はないと。ね、そもそも電話すら出ないでしょうね、多分ね、えー。注文の電話に出て、で、そんな頻繁にね、注文があるわけじゃないんで、お店の人をさばいてて、 で、電話が鳴ったとき、ああ、電話注文のやってなかったよって言ってね、出ないとかね、出ても間違えたふりして切っちゃうとか、まあそういうふうな、えー、悲惨な状態だったと。ところがドミノピザは30分でお届けと。ね、30分で届かなかったら代金いらないと、ね。すごいですよね。で、しかも注文通りのものが届くと、ね。日本から考えたら当たり前なんですけど、注文通りのものが30分以内に届くって驚異的だったわけなんですね。 そうなるともう問い合わせすらする必要がなくなると。アメリカアマゾンは通,通販版ドミノピザです。ライバルはまだまだ注文通りの配達ができない場合が多いです。まあ、もちろんね、アメリカの場合は多少マシな、ねえー、ネットショップも増えてきてますけど、ただまだまだ、えー、アマゾンほど徹底はしてないと。ね、今やったのが、まあ、ネタじゃないその証拠の記事というかね、アメリカに住んでる人の実例なんですけど、この人は アメリカでね、えー、問い合わせを30回して、1回も問い合わせに対する返事をもらったことがないと、注文したね家具とか買い物したので、えー、どうなってんだと、ね、いつ届くんだとか、商品違うから交換したいとか言って、返事が一度も返ってきたことないという方なんですけど、とうとうその秘密が分かったという話ですね。えー、まあよく、ね、じゃあ折り返し電話すると言って、電話番号を 言わされるんですけどそもそもその電話番号をねメモすらしてないとそう言ってその場所の木で切っちゃって、えー、ほったらかしにしておくというのがアメリカのデフォルトだという事例ですまあこれね、えー、facebook の方に、えー、記事をアップしてますんでね、えー、よかったらまあここに後でリンクつけときますんでご覧になってみてください 相手の名前を聞いてね、えー、日付、配達日が分かっても分かんなくても電話してくれと言ったらね、さっき言ったはずの電話番号をもう一回言ってもらっていいですかとね。ね、えー、しょうがねえな、書けるかと。ね、思って、えー、決断して、本当に電話番号をメモるためね、えー、電話を書けるふりするために電話を言わせただけじゃなくて、今度はもうしょうがねえな、書けるなというのでね、本当にメモするために電話番号を言わせたと。 今までね、電話かかってこなかったのはそもそもメモしたふりをしてメモすらしてなかったからかかってこなかったというのが分かったという話です。この話はね。で、まあ、そんな状態なんで、えーまあ、アメリカというのはね、えー、何か通販で頼んでもいつ何が届くかは分かんないという状態です。ところが、アマゾンで頼めば、えー、頼んだものが、えー、期日に届くと。 これ、驚異的なことなんで、amazon で買い物する人がどんどん増えてる。やる店舗は潰れていくというようなね、状態になってます。一方、日本なんですけど、日本の場合ね、まあ、これ普通に楽天で買おうが、ヤフーショップで買おうが、独自ショップで買おうがね、ね、えー、ほとんどのヤフーオークションの出品者から買おうが、まあ、 まあヤフーオークションの場合はね、一部、えー、注文通りのものが届かないとかね、何も届かないことありますけど、まあ、少なくともね、えー、ほとんどの場合は、大、え、体、ー、約束した期日通りに注文した商品が届くと。だからアメリカアマゾンと違って、日本アマゾンの場合はね、えー、その注文した商品が期日に届くというのがあまり強みにならないですね。 まあそんなわけですっごい早くしようとかしてますけど、まあそんな早くなくてもいいんじゃないかなと。ね。2日後に届くんだったら別に2時間でなく届かなくてもいいんじゃないかなというのがね。まあ普通の感覚なんで、まあ日本に住んでる場合においてはね、あまりその a z o n の注文した商品が、期日通りに届くというのが強みになりにくいというのがあります。そんなわけでね、日本に住んでるんだったら、 輸出ビジネスをした方が稼ぎやすいです。ちなみに、まあ言うまでもないことですが、いつ何が届くかわからない海外から仕入れた商品をですね、約束の期日に正しい商品がきっちり届くのが当たり前の、まあ、日本人に売るのはもう本当悪夢ですね。心臓に気が入っている人以外はね、輸入ビジネスには手を出さない方が身のためです。まあ、普通の神経をしているなら、輸出ビジネスをした方がストレスなく稼ぎやすいです。 まなぜアメリカのアマゾンがまあ売りやすくて儲かるか、ね、それは他が不甲斐ないからに異ならないとで。日本の場合はね、他もしっかりとしてるんで、えー、アマゾンに出すということそのものはあまり強みになりにくいという点があります。えー、そんなわけで、まあ、逆にね、仕入れる方の立場として考えれば、何頼んでもね、記述どりに注文通りのものが届くわけですから、しかも安く買えると。 いうのはね、何をどう考えてもやっぱりね、日本に住んでるんだと、えー、輸出をやった方が稼ぎやすいと、ね。逆に言うと、あの、日本に住んでるのに輸出ビジネスをしないのは損だというぐらいね、えー、条件が整ってますんで、まあ、えー、輸入と輸出どっちがいいのかなとか、輸入も手を出そうかなと思っている場合はね、もう輸出に集中した方が稼げますんでね、えー、そんな形で取り組んでください。以上、天満アカデミー、堀秀夫でした。